はい。現在発売中の週刊現代、ご覧になった方いらっしゃるでしょうか株式会社前方後円墳が記事になっております。はい。まあちょっとタイトルはちょっといやらしいですけれども、 明治天皇の夜叉ゃ子が始めたって、まあまあそう、それしゃあないですわね。ええー、明治天皇の夜叉ゃ子が始めた前方後円墳ビジネスっていうタイトルで、えー、まあまあ、週刊誌風のね、ええー、まあ、でもまあ、こうやってね、ええー、書いてくれたの。一応ちょっとよ読みましょうかね。はい。 父方の先祖代々の墓は上演下奉墳だったので子供の頃から墳墓にお墓参りするのが当たり前でした古墳に葬るという特別な経験を親族と共有できるのは他、えー、の葬り方にはない魅力だと思いますこう話すのは明治天皇の元尊として知られる作家の武田敦康氏だ4月に株式会社前方後援墳を立ち上げて代表取締役に就任し8月下旬から一般向けに古墳を販売するビジネスをスタートする 千葉や愛媛などの既存の霊園内に墳丘の長さが15から20メートルほどの前方後円墳を建設中です古墳に詳しい考古学者を顧問に招き古墳時代のものを忠実に再現しました と竹出しお、えー、気になる値段はどれくらいなのか古墳の内部を区分けして一人ずつ埋葬する合葬墓なら一区画あたり40万円前後2000区画を販売する予定ですさらに古墳内には複数の方の、えー、遺骨をまとめて納める合脂墓のスペースもおー用意しそちらは永代祭祀料を含めて10万円ほど地方都市なのか首都圏なのかにはちょっと金額変わるんですけど樹、ね、木葬なななどとと同同程度の価格に抑えながら歴史的な大王墓と同じ前方く。 済ませたという寂しさを感じさせないお墓になるはずです竹田氏がこだわるのは古墳だけではない3から4世紀の埴輪を忠実に復元しさらに副葬品として鏡、勾玉、剣の3種の新規を個人と一緒に埋葬する予定です会社にはすでに問い合わせが殺到しているという新たな古墳時代の幕開けかもしれないというね、えーまあ、そんな「ですね週刊現代」はい私も結構週刊現代にはね いじめられましたけれどもまあまあこうね記事書いてくれましたので、ねはい、ありがたいことでございますはいそこでですねえー、っと、えー、今日皆さんにご案内したいのは8月の28日から29日は、えー、エンディング産業展がありまして、えー、そこに、えー、株式会社全方コインフンが出展することになっておりますでですね、あのー、28日の1時から はい、私のセミナーが開かれるんですねでこの武田恒哉チャンネルで生放送します、はい、これ90分ですからねこれね私はエンディング産業店に出店を申し込んだら「あのセミナーしてください」って言われて「分 <laughs> かりました?」って言ったら「90分古墳の作り方について語ってくれ」と言われてですね1時から90分これ生放送でこのチャンネルで皆様にお届けします えっと、一応アーカイブでも残しますので、その時段、時間生放送でなくてもですね、ご覧いただけます。で、これは、あの、えー、一応、例、業者向けの説明ですけども、一般消費者に対しての、あの、話も含めてますので、えー、まあ、興味ある方はですね、ご覧いただきたい。はい、これが一つです。エンディング産業店。はい。で、二番目。はい。えー、古墳を販売する窓口、えー、ウェブサイトをオープンしました。はい。タイトルは、 古墳の窓口です。はい。古墳の窓口。覚えやすいでしょはい。これ検索していただいたら出てきますから。古墳の窓口。で、あねえー、残念ながら今日今この段階ではまだね、販売している古墳はないんですが、えー、実はエンディング産業店の初日、えー、8月28日に第1号販売開始です。で、第1号は千葉県。はい。千葉県の西の方ですね。あの埼玉寄りの方ですね。千葉県。 はい、で2番目は、えー、香川県ですね香川県の高松市です、えー、ここは販売、えー、と28日でおそらく2箇所販売開始できそうな感じですね、はい、で3つ目はもうちょっとあとですね、えー、で年内に5箇所販売予定です一応全部あの、えー、場所を言っておくと,、えー、と千葉でしょの埼玉よりで、えー、もう一つが香川の高松 次はですね、愛媛の松山です。そして広島県広島市。そして五つ目は福岡県糸島市です。はい、この5箇所年内、えー、売ります。全部で8000区画ぐらいですね。で、これちょっと、あの、誤解されてるんですけども、 相当高いんじゃないかみたいに言うんですけど、いやいや、あの、一つの古墳で何千人って入りますから、あの、普通の樹木葬と同じぐらいの価格ですね。で、千葉で売り出すのは、一人用が55万円から。はい。で、二人用は65万円からです。はい。二人で65万ですかね。夫婦で65万ですから。まあそこに埋葬料とか管理費とかちょっと別に入りますけれども、えー、だからあの、普通の樹木葬の価格なので、決してそんな高くはないですね。はい。 えー、でですね、あのー、で、そこで、今日の段階でぜひ皆様にご案内したのは、古墳の窓口でお客様登録機能をもう実装してますので、古墳に興味ある方は、お客様登録でですね、お客様登録してください。えー、あのー、項目はそんな多くないです。名前とメールアドと携帯だけです。で、あの、 古墳情報が欲ししいいい都道府県をチェックしてたただきたい例えば東京、千葉、埼玉とかね、複数選択かですから、いくつかね、えー、チェックしていただいて、ポチッと送信していただけましたらばね、えー、その都道府県で古墳の販売をするときにいち早くご連絡をいたします。これ、登録していただかないとご案内行きませんので、えー、ぜひね、えー、登録をお願いいたします。で、あのー、 あの、今後のちょっと流れから言うと、最初販売開始するときは、あの、まだ完成する前から販売します。はい。その代わり CG、図面、えー、全部ありますからね。そういうのをご覧いただけるわけなんですけども。で、千葉に関しては9月に4回、私がですね、あの、バスツアーをします。はい。えー、東京駅集合して、 えー、40人限定で乗っていただいて、大体いい1時間ぐらいでね、えー、霊園に着きますので、えー、道中1時間私が古墳談義をしますからね。そして霊園を見ていただく。まだほら。 完成してませんけれどもね、えー、それを見ていただいて、えーまあ、ちょっとそこは手こ入れする例なので一気に変わりますからどこがどう変わるかっていうのを全部説明しますので、えー、それで、えー、申し込んでいただくでですねあの <coughs> できる前に申し込んでいただいた方のメリットっていうのはあの正面のいい場所から販売しますのでそこは数が限られてますので、えー、あとそれからねあの、えー 一部区画にはペットと共に入れるところもご用意します。ちょっとこれは今後作る例によって全部ペット用区画ができるかどうかはちょっとわからないんですけども、今のところ、えー、千葉の方、千葉と高松は一部あのペットと一緒に入れる区画を用意します。で、えー、そこ以外は人間だけなんですけどもね。はい。えー、で、えー、これは有機ですので20年間ってことになってます。 で20年で、それはちょっとお金を追加していただくとプラス10年、20年とか、ね、そういうのできますし後でまた追加していただいても大丈夫です。そそしてその期間が終わると あの古墳の前方部分に合脂肪がありますのでそっちの方に収めさせていただいて未来永劫ですね、えー、でこの、えー、どういう採取をするかというとこれ神社神主さんが、えー、春と秋に御霊祭りをやりましてそしてその、えーまあ、埋葬された、ね、方のお名前をこれ神道だからあの改名じゃないです本名ですよ神道ですからご本人のお名前をですね年に2回 読み続けますノリトでね多分これねお寺でそれやってるところほぼないと思いますよはいそれをやります新式で丁寧に一柱一柱名前を年に2回埋葬した年だけじゃないずっとですよえー、あのー、乗り上げるというですねで地元の神社に、えー、その、えー、御手祭りをずっとやっていただくという、まあ、こういうスタイルになるわけですね、はいえー、というわけで あの一応あの日本中の霊園はこれ仏教式ですので基本仏教霊園になっております。えーであのえー、そこで、ね、お経をあげたいという人は別にあげてもらって大丈夫ですし <laughs> あの、えーね、あの納骨祭も新式であるか仏式であるかは自由です。 選考も焚いていただいても大丈夫です。神仏集合ですからね、えー。仏教排除するもないし、神道排除するもないですね。はい。まあね、ちょっとあの、あの古墳、あのー、これ神社をねサポートすることにもつながるっていうのがまあこの一つのね、あのビジネスの目的でもあるんです。であの古墳興味持ってる人だけじゃなくって、えー、まあお墓探してたら古墳というものを見つけておこれ面白いなって言ってですね、えー、求めたいという人もいると思うんですよね。えー、そうするとですね、は、まあ、私 私のチャンネルをこれまで見てくださっている方はご存知だと思いますけども古墳というのはあの大和王権大和朝廷が成立した 象徴ですよね、えー、そして、えー、戦争を経ずに日本中のね豪族たちがあの一つの国にまとまってきたっていう、えー、大和民族統合の象徴でもあるというですねですから古墳文化に、えー、とこう興味を持って古代のことに興味を持って日本ってすごいよねっていうね風、えー、になって、まあ、愛国心をね高めることにつながったらですね、えー、いいなというこれがですね歴史的使命という風うに思ってやっております